どうもこんにちは、グルミです。それでは今回も早速始めていきたいと思います。今日はシェイクスピアの四大悲劇のうちの一つ、リア王の悲劇について話したいと思います。このリア王の悲劇、四大悲劇ありますよね。あのマクベス、ハムレット、オセロ、リア王ありますけど、そのうちね、最も悲劇的と言われているうちの一つなんですけど、その話もしていきますけど、このリア王ね、最大の見せ場、一番重要な部分は物語の一番最初なんですね。物語の主人公リア王なんですけど、このリア王は自分がもう引退するということで、自分に3人の娘がいるんですけど、この3人の娘にね、自分の土地を分割すると決めたんですよ。で、長女はゴネイリ、次女リーガン、三女コーディリアって言うんですけど、この3人にね、土地を分け与えるとなるんですけど、それぞれ愛の言葉を聞かせてほしい、それに応じて私は分け与える土地を決める、そう言うんですよ。けどこれただの建前で、実はもう最初から分け与える土地決まってたんですよ、本当は。けどね、とりあえずリア王の遊び心ですかね、聞かせてほしい言うんですよ。で、長女次女はね、もうこんなにこれ以上あなたを愛すことはできません、もう無理です、全てをあなたに捧げます言うんですよ。もうすごい表現を持ってね、伝えるんですけど、ああそうかそうか、お前にはこの土地を、お前にはこの土地を、長女と次女にそれぞれ分け与えるんですね。じゃあお前の言葉を聞かせてくれ、コーディリア。そう言うんですよ、三女に。三女はね、迷ってたんですよ。どういう言葉を伝えようか。どういう言葉を伝えよう。で、三女は、本当に愛しているなら、そんなに大げさに伝える必要もない。そう考えて、私は、あなたに感謝しています。これまで育ててくれて、そして私は、父親として、あなたを尊敬しています。けど、それ以上でもそれ以下でもありません。ん？どういうことだ？もっと、なんかないのか？いえ、ありません。コーディリア、何もないところから何も出てきはしない。言い直せ。いえ、私はあなたを父上として、父親として愛しています。しかしそれ以上でもそれ以下でもありません。私は今あなたを愛していますが、いずれ結婚すれば半分の愛は私の夫に行くでしょう。それに今あなたに全てを捧げると言った長女、次女、彼女たちはもうすでに結婚しているんですよ。そうです、長女次女だけはもうすでに結婚してるんですよ。だからリア王は一番ね、末っ子コーディリア可愛がってたんですけど、それが何もないって言われて、それ以上でもそれ以下でもないって言われてショックを受けるんですよ。コーディリアとしてもすごい迷ったんですよ。これね、シェイクスピアの一つ重要な考え方の一つで、ストア哲学っていうのが重要にされてるんです。このストア哲学っていうのはストイックの語源にもなったんですけど、何かね、人に迎合したり、なんか他の人とか考え方にすごい合わせに行ったり、ごますりみたいにね、これこうですよね、これこうですよねって合わせるんじゃなくて、自分の信念、それをしっかり守って、それに従うっていうのが一つ重要な考え方なんですけど、コーディリアはこういうこの徳の高い考え方を実践してるんですよ。わざわざね、もし嘘だったらわざわざ表現を持って愛してる、本当愛してないのに愛してるって伝えるのは簡単だけど、本当に愛してるならわざわざ表現を持ったりする必要ないじゃん、そう思ったんですよ。でわざわざ大きな大げさな表現をやるのはやめて、もう必要最小限でほとんど黙って愛で答えよう、そう思ったんですけど、リア王にはそれが全く伝わらなかったんですね。これがリア王最大の失敗だったんですよ。リア王は三女のコーディリアにもう何も残さなかった。それからコーディリアはフランス王と結婚したんですけど、フランス王と一緒にフランスに引っ込んでいくんですよ。これからどん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 転落劇が始まるんですよ。リアは土地を2つに分けて長女と次女に分けたんですけど、その長女と次女両方から裏切られて、もう嵐の中なんですけど出て行ってしまうんですよ。自分の宮廷道家っていう、ピエロがいるんですけど、ピエロと一緒にバーッ出て行って、もう狂ったように荒れ狂うんですよ。嵐の中をバーッて行って、でその間、けどこのリア王っていうのは2段階あるんですよ。二重の裏切りがあって、裏切られるのはリア王だけじゃなくて、リア王にはケントとグロスターっていう2人の側近がいたんですけど、このグロスターには2人の息子がいたんですよ。長男エドガーって、次男エドマンドって言うんですけど、このエドガーとエドマンド母親が違うんですよ。エドガーの方はちゃんと、長男の方はちゃんとした妻との間にできた子供なんですけど、次男のエドマンドは違うんですよ。ちょっと別のね、身分の違う女の人がと結婚してできた子供なんで、ちょっと席にね、そんな胸張って言えるような存在じゃなかった。まあこの時次男っていうのもありましたし、長男が家を継ぐなってましたから、エドマン
それはすごい気にならなかったんですね。だから自分の立場をひっくり返してやると思って、長男のエドガーと自分の父親であるグロスターをはめて、自分がその位置に座るんですよ。でこの位置を追い出すんですけど、これからどん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 このね、グロスター、リアの側近であったグロスターの子供のエドマンドの裏切りと、長女と次女の裏切りが相まって、これがねどん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 交錯して、どん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 物語が悪い方向に行って、もう結果から言うと最後長女ゴネリルも死んでしまいます。次女リーガンも死んでしまいます。で次女リーガンの夫がいるんですけど、この夫もコーンウォールっていうんです。これも死んでしまいます。そしてエドマンドに裏切られたグロスター、父親のグロスターは両目をくり抜かれてしまいます。さらに裏切ったエドマンドも死んでしまいます。そして三女のコーディリアも死んでしまいます。そして最後にはリア王すらも死んでしまいます。もう本当に誰も救われないという、そういう話になってるんです。オセローもこのチャンネル解説しましたけど、オセローもかなり救われなかったけど、もうリア王も四大悲劇の中で一番悲劇的と言われているだけあって、もう何も残らないという話になってるんですよ。もっとね長い解説の方、ロングバージョンがこのチャンネルにありますので、ぜひそちらの方も見てほしいと思います。もちろんね、実際に演劇を見に行ってみたり、この本リア王読んでみてほしいと思います。それではさようなら、リア王の悲劇でした。